皆さんこんにちは、車田和久です。今日は音楽談話の第6回目ということで、作曲家が込めたメッセージと題しまして、ピアノとフォルテの秘密について話をしていきたいと思います。これまでにもこのチャンネルでは音楽談話シリーズとしまして、音楽とは感情を伝えるものなんだという話を何度かしてきました。作曲家が感情というさまざまなメッセージを込めて表現したものが音楽になるわけなんですが、作曲家はそれが多くの人に演奏されるように、まだ多くの人に聴いてもらえるように楽譜という形で残しています。そしてその楽譜の中にはピアノとかフォルテといった記号がたくさん出てくるわけなんですが、作曲家はそうした記号に一体どんなメッセージを込めたんでしょうか。今日はピアノとフォルテに込められたメッセージを見ていきましょう。というわけで、まずはピアノとフォルテの意味から確認していきたいと思います。これは学校の音楽の授業でも習うことなので、おそらく大抵の人は一度は聞いた言葉だと思いますが、ピアノは弱く、それからフォルテは強くといったように習うと思います。実際に学校の教科書とか楽典の本なんかにはこのような意味が載っているわけなんですが、実はこれらのピアノとフォルテっていう言葉には他の意味もあるんです。例えばピアノにはこれ以外にも静かになんていう意味があるんですが、これは音量が小さいっていうふうな意味にも取れるので、音量が小さいなんていうふうに言ってもいいと思います。このピアノという言葉はもともとイタリア語の言葉なので、イタリアのオペラなんかではセリフとしてもしょっちゅう登場するんです。例えばロッシーニのセビリアの理髪師なんかでは、主人公のフィガロが伯爵に向かってピアノピアノって言ったりして、静かにして静かにしてなんていう場面もあります。またフォルテもイタリア語で普通に使われる言葉なので、強くっていう意味以外にもたくさんの意味があります。例えば強く以外では毅然とした、大声で、激しくなんていった意味もあるんです。最近の学校のテストなんかではこのピアノのことを弱くの代わりに小さくなんて書くと罰にされるなんていう話も聞いたりするんですが、そもそもこれらの言葉っていうのはイタリア語の言葉なので、状況に応じていろんなニュアンスがある言葉なんです。僕だったら小さく大きくっていう答えがあったとしても絶対に罰にはしません。まずはピアノとフォルテの意味が単なる記号の意味ではなくて、言葉としていろいろなニュアンスがあるんだというふうに捉えることが大事になります。ちょっと前置きが長くなりましたが、今回の目的は音楽用語の解説ではなくて作曲家のメッセージを探ることです。なので早速このピアノとフォルテを使って作曲家が何を表そうとしたのか、それを見ていきましょう。これはちょっと演奏家の視点になってしまうんですが、僕たち音楽家になる人は小さい頃から何かを演奏するときは作曲家が書いた楽譜の通りに演奏しなさいというふうに教わることが多いんです。小さい頃にピアノを習っていた人とか、また学校で合唱部や吹奏楽部に入っていた人なんかも、こういった言葉は一回は聞いたことがあると思います。楽譜には作曲家のさまざまなメッセージが込められているので、楽譜通りに演奏するっていうのは作曲家に対して敬意を払う意味でも非常に大事なことなんです。しかし非常に残念なことなんですが、音楽教育においては楽譜通りに演奏することで終わってしまうことがほとんどなんです。音楽を勉強する人は楽譜通りに演奏しようとして、例えばピアノとピアニッシモ、それからフォルテとフォルテッシモの違いを正確に演奏すること、そういうのに集中することで終わってしまうんです。実際のところ楽譜通りに演奏するだけでも大変なんですが、実はそれよりももっと大事なことがあるんです。僕たちが一番最初にやらなければならないのは、楽譜を見た時にピアノはピアノ、フォルテはフォルテとその通りに演奏することではないんです。最初にやらなければならないのは、どうして作曲家がそこにピアノと書いたのか、フォルテと書いたのかを考えることなんです。作曲家は何かしらの感情を表現しようとして、そこにピアノとかフォルテとかを書いたんです。音楽は感情を伝えるものです。大事なのはそのピアノとかフォルテの後ろにある感情を感じ取って、それを音楽で表現することなんです。では早速このピアノに隠された感情っていうものを見ていきましょう。ピ
ピアノといったら弱くってしか習いませんが、実はこの後ろには様々な感情が隠されているんです。例えば僕が作曲家だったら、どんな時にピアノって書くか考えてみると、例えば悲しい時だったらピアノって書くと思います。それから神に祈るような気持ちになっている時もピアノって書くかもしれません。それから落ち込んでいる時もピアノって書くと思います。じゃあフォルテだったらどうでしょう。これも僕が作曲家だったら、例えばものすごく嬉しい時はフォルテって書くと思います。それから怒ってる時もフォルテ。それから何か辛くて叫びたい時もフォルテを書くと思います。皆さんだったらどうでしょうか。これはほんの一例にしか過ぎないんですが、このようにピアノとかフォルテの後ろには様々な感情っていうのがほぼ無限にあるんです。演奏家はその作曲家が込めた感情っていうのをしっかりと感じ取って、それを演奏に込めなければいけないんです。そうなって初めて音楽というものが感情となって聴衆にも届くことになるんです。フォルテという記号一つとっても、それは単に強くという意味ではなくて、その後ろには喜び、苦悩、怒りなんて全く違った感情が込められているんです。だけど仮に演奏する人がフォルテを単に強くってしか考えていなかったらどうなるでしょうか。その演奏には全く感情というものが込められていない、そんな演奏になってしまいます。なぜならそれは演奏者にとって喜び、怒り、苦悩、そんな区別がない、ただ単に強いっていう意味でしかないからです。これは非常に残念な話ではあるんですが、おそらく日本においては音大生であっても 95% ぐらいは楽譜のことをこのように強くとか弱くってしか考えていないんです。少なくとも僕が勉強していた20年前というのはそうだったので、今もあんまり変わっていないと思います。まあ楽譜通りに演奏するっていうのを身につけるだけでも結構大変なわけなんですが、本当は音楽を習い始めた時から楽譜通りに演奏すると同時に、ピアノ、フォルテ、どうしてそういうふうに書かれたのか、その意味を考えるのがすごく大事なんです。くどいかもしれませんが、ピアノとフォルテの意味っていうのは一つではないんです。その後ろには作曲家が様々な感情っていうのを込めているんです。何か特定の感情を表現したかったから、そこにピアノっていうふうに書いたんです。ではこれからモーツァルトがフィガロの結婚の中で書いた一節を紹介しますから、モーツァルトがその中でピアノとフォルテを使ってどんな感情を表そうとしたのか、それを一緒に見ていきましょう。まずはこの旋律を聞いてみてください。この旋律では最初の2分音符が4つピアノで演奏されると、続く四分音符が2つフォルテで演奏されます。ここには一体どんな感情が隠されているのでしょうか。まずは僕がいくつかその可能性を紹介したいと思います。これはオペラの一場面なので、例えばこんな表現はどうでしょうか。例えば登場人物が相手を驚かせようと思って後ろからティリリリっていうふうに近づいてきて、で相手のところまで来たらバンバンって言って驚かせるっていうわけなんです。最初のピアノでシッと近づいてフォルテのところでああっていうふうに相手を驚かせるっていうわけなんです。どうでしょうか。ピアノとフォルテでそういった心の動きみたいなものが伝わるでしょうか。それからこれは主人公が何か考え事をしていて、そしてついに何かアイデアがひらめいた、そんな場面かもしれないです。
どうしたらいいかな、あ、ひらめいた、みたいにこういう風なのをモーツァルトはピアノとフォルテを使って表現したっていうわけなんです。それから思い出せないけども急に思い出した、そんな場面でもいいかもしれません。だから あれなんだっけな、どこにしまったかな、あ、思い出した、タンスの中、みたいな風な感情の動きってものもピアノとフォルテを使って表現できるわけなんです。それとは別に、もしかしたらこの場面では主人公が何か嬉しいことがあって一人で密かに喜んでいたけど、こらえきれなくなってその喜びを爆発させてしまった、そんな場面かもしれません。主人公は嬉しくてティーン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 、イエイイエイみたいな感じで喜びを爆発させるっていうわけなんです。いかがでしょうか。このようにピアノとフォルテの組み合わせでもざっと思い出しただけでこんなに違った感情の候補っていうのがあるんです。しかし作曲家がそんなにいくつも違う感情の候補っていうのを残して作曲したってことはまずないです。やっぱり特定のメッセージを込めたから、そこにフォルテとピアノ、そういった記号を書いてるんです。演奏する人はできるだけ正確にそのメッセージを読み取ってそれを音楽で伝えることが大事なんです。そうして初めて聴衆にその感情が届くからです。ではモーツァルトは本当はどんな感情を表現したくてここにピアノとフォルテって書いたんでしょうか。幸いなことにこれはオペラなので歌詞があるので、比較的その後ろに隠された感情っていうのが分かりやすくなってます。これが答えになりますが、実はモーツァルトはここでピアノとフォルテを使って伯爵のフィガロに対する怒りの気持ちってものを表現してるんです。どうしてピアノとフォルテを使って怒りの表現ができるのか、それを今から例としてやってみたいと思います。人間ってのは実は本当に怒ってる時ってのはフォルテじゃなくてピアノになるんです。例えばこの場面では伯爵は、あの野郎、フィガロの野郎、あんなことしやがって、ふざけやがってっていうふうになって怒りをこうやって込めてうちに溜めるんです。モーツァルトはそういった感情を表現するのにピアノを書いたんです。だけどそういった怒りがこらえきれなくなったところでフォルテが登場するんです。だからこの場合は、あの野郎、フィガロの野郎、ふざけやがって、お前なんかぶっ飛ばしやがるっていうふうになるわけなんです。いかがでしょうか。人間は本当に怒ってる時はピアノになるんですが、それがこらえきれなくて爆発してしまう。モーツァルトはそういった伯爵の感情をピアノとフォルテでこのように表現したんです。今日は一つの例しか紹介しませんでしたが、このようにピアノとフォルテの後ろには様々な感情というのが隠されているんです。今回はだいぶ演奏家視点の話になりましたが、演奏する人というのはこのような感情というのを探さなければいけないんです。少なくともそれが怒りの感情なのか、喜びの感情なのか、このぐらいはしっかりと区別して演奏しないといけないんです。フォルテは単に強くではないんです。嬉しいからフォルテなんです。怒っているからフォルテなんです。ここで初めて音楽が感情となって聴衆にもそれが伝わるっていうわけなんです。本当は楽譜通りに演奏するっていうのは楽譜に書かれた音符の長さとか強弱記号を守って演奏するっていうことではなくて、その後ろにあるメッセージを感じ取って演奏するっていうことなんです。僕は演奏家や聴衆に関係なく多くの人がそうした世界に気がつくってことが大事だと思ってます。作曲家はこのようにしてピアノとフォルテにいろんなメッセージを込めてます。皆さんもこれから音楽を聴くときはピアノの場面を聴いたら、あ、この後ろには一体どんな感情が隠されているんだろうか、そんなことを考えながら聴いていただければなと思います。耳を澄ますと必ずそういったものが徐々に聞こえてくるようになります。そしてそれが聞こえてくると音楽っていうのがますます楽しくなるんです。今日はちょっと演奏家視点での話が多くなりましたが、ピアノとフォルテについての話でした。このチャンネルではこれからも音楽についての話をたくさんしていきますので、皆さんも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の話でお会いしましょう。チェス。